はい、こんにちは。今日はね、ちょっと新しく、というか、ちょっと前ですが、買っていたソフトがあったので、ちょっと紹介しようかなと思いまして、まあ、物はね、海外から届いてはいるんですが、こちらですね、シューティングコレクション、ちょっとなんて読んでいいのか、ですね、海外で一応その 2D シューティングのことをですね、シュートゼムアップと、シュートゼムアップ、ということで、ジャンルとしてね、そういう風に読んで、FPS なんかのね、いわゆる最近のシューティングとこう、分類しているジャンルのね、ワードがあるんですが、それをね、多分、まあ、略した、くっつけたようなタイトルになってるのかなと。シュート、ゼム、アップですね。という、スイッチ版のソフトです。で、まあ、今日はね、これのちょっと紹介かなと思ってるんですが、これね、作成してるのはアストロポートさんというですね、これ日本の同人ゲームを開発するサークルチームといいますかね、のゲームです。で、まあ、ウェブサイトもあるんでね、ちょっとまあ見てたんですが、まあ、シューティング面白いから広めたいということが目的でね、いろいろ作ってますよと。いう感じです。まあ、その作者といいますか、まあ開発スタッフといいますか、まあ要はサークルのメンバーといいますかね。っていう方っていうのは、まあ、やっぱりシューティング好きで、例えば 2D とグラディウス、バトルガレッカ、ザナック、ドドンパチと、まあそのあたりが好きだということをね、プロフィールなんかというね、公開されてます。で、このゲーム、今写真写ってるとは思いますが、ちょっと写真進めるか。まあ中こんな感じですね。まあ普通にスイッチなんで、普通にね、ペラペラの紙1枚とカートリッジといいますか、うん、が入ってるという感じです。これ裏面ね。これね、国内では多分販売されてないんだろうと思います。海外ではね、ダウンロード版のソフトを、パッケージ化しようという動きがですね、非常に多くてですね、まあ、今回、これもそういう意図で、実現化したのではないかと思います。ただね、ちょっと戻りますけど、正面のね、パッケージには日本語が書いてあるんですよね。カタカナでシューティングって書いてあって、シュートゼムアップコレクション。バイアストロポートと書いてあるのがわずかに見えるとは思いますけどね、日本語が書いてるんです。ただ裏見ると日本語はどこにもないという感じですね。完全に海外向けに作ってるよと。どうもね、日本語版パッケージもあるみたいなんですけどね、ただ数に限りがあるのかちょっと私も詳しくはないです。で、何が入ってんのということになってくるんですが、ゲームは3つ入ってますね。アームドセブン、それからサッタジウス、ウルフレイムの3本が入ってるようです。ちょっとどういうゲームかというのを見ていきますと、ウルフレイムは超高速弾系縦スクロール、どれだスクリーンショットね、これ Amazon からちょっと拝借したんです。これかな、これっぽいですね。うん、これっぽいです。超高速弾のゲームと、まあ雷電系ですかね。で、これ多分 Steam かなんかでももう先に、公開配信されてるんじゃなかろうかと思います。まあ、結構絵の綺麗なね、縦集のようです。ごめんなさいね、公式見ながらねちょっとやってるんで。で、次にね、サタジウスがどれだ、こっちの方ですね、これだ、うん、これいわゆる横集で、で一応ねボタンチェック兼ねて少しだけやってみたんですが、まあ全部はねちょっとシステムとかは把握してないんですけど、ダライアスに似たような感じ、ただ似てるというだけでそうだとは言ってない、そういうゲームですね。サタゼウス、スペル的にはジウスかなと思ったけど、サタゼウスだそうです。で、それともう一本入ってるのが何だったっけ、アームドセブン、これは量産化されたロボットの空中戦を描くリアルロボットシューティング、画像的には
これか、これね、なんかね、弾の射出角度なんかもね、こう変えられる横周という感じですね。これもチェックで少しだけやりました。で、一応その3本が収録されているということで、日本で手に入れるんであれば、アマゾンかな。アマゾンには売ってますね。で、ただこれ並行輸入みたいなんですが、パッケージが日本語、あ、これ日本語入ってるわ。あ、これ日本版ちゃんとあるんですね。うん、ただ日本、うん、そうそう、裏面のね、説明に日本語が入っているっていうだけで、私のは一切入ってないんですけど、まあ、そういう感じですかね。価格は、まあ、これは合ってないようなもんかな。8000円ぐらい。まあ、同人ゲーム3つに8000円ってどうなんだっていうのは、まあ、いろいろあると思いますが、まあ、シューティングやってみたいなという方はね、買うのもいいんじゃないかと思います。実際ゲームの紹介はこれぐらいにしときましょうか。うん。というわけで、ちょっとゲームをやっていきますかね。ちょっと BGM を切ります。チャンネルアート違う。どれだっけ？スライドショーを消しますね。これね、一応もう起動画面なんですよ。結構ね、同人ゲームということだけあって、そういう演出面がまだね、あまりできてないという感じではあるんですが、こうやってアームドセブン、デラックスってついてるな、これ。ネクスト、サタゼウス、ネクスト、ウルフレイム。ということで、まあ一つずつやっていきますかね。あ、ちゃんとあるじゃん。あ、ないのか。これが多分ね、オリジナルで、これデラックスって入ってるんで、多分こっちの方が新しいのかな。どうでしょう。こんな感じです。ちゃんと作ってますね。オプションはね、これ操作がね、設定できない。ボタンコンフィグがないっていうのがね、一番の問題で、まあ、これレバーのね、要はショットを打ってない時に上下に動くとですね、磁気の射出角度が変えれるというのなんですが、まあ、それがノーマルかリバースかっていうのが選べるだけなんですね。で、ステージセレクト、エンブレムというのは多分これトロフィーみたいなやつじゃないかなと思います。何かやっていくとこう解除されていくみたいなね。まあ、とりあえずやってみましょう。ノーマルでいいかな。インセインってすごいね。これなんだ。メインウェポン。ああ、なるほどね。こう選べると。これはなんだ。サブマシンガン。ああ、ダイレクトリートゥーディアームス。なるほど。グッドバランス。なるほどね。まあ、あ、日本語書いてあるじゃん、これ。発射角度を変更可能。セブンバレッツ、アファイア、アッタセみたいな。同時に7ショット、7方向みたいなね。まあ、確かに撃てば撃つほど、これはなんだ、レーザー。なるほどね。とりあえずバランスそこそこ良さすのこれにしときま、あ、全部決まった。ちょっと待って。ずるい。え、なんか弱そう。え、これめっちゃうるさくない？これはね、多分声聞こえなくなるやつだ。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ちょっと待って。これはね、大きすぎる音が。これでも大きいかもしれない。ちょっと聞こえなかったらごめんね。あ、これ当たり判定あるんだ。背景かと思ってた。で、チャージが溜まるとこういうのが打てる。多分ね、稼ぎなんかにも応用できるんじゃないかなと思います。これ
バランスいいのか、あまりにも攻撃が弱すぎる気がする。あー、チャージをうまいこと使えという感じかもしれないですね。ちょっと声入ってなかったらごめんね、これ聞こえないでしょ、これ。当たるんかよ。ある目の前だ。あ、シールドなくなってるんですけど。やばくないですかこれ。意外とね、これね、ショットがダメ。何の話してんだって。コンティニューしない。いや、しない。え、コンティニューしか選べないの？なことないよね。ね、これね、ノーマルショットの方がいいわ。で、サブウェポン、これが選べるんだね。あ、これも選べるんだ、チャージウェポン。はあ、はあははあ。ボム系か、ナパームランチャー、これいいな。サブの武器がいまいち、サブウェポンっていうのが分かってないな。サブウェポン、あ、横に出てるやつか、もしかすると。これね、音のバランス悪くない？ BGM ほとんど聞こえないんですけど、効果音がね、でかすぎる。 SE って言うんですか、がでかすぎて、それどころじゃなくなってるよね。せっかく BGM 作ってんなら、あれ？サブウェポンが、あ、使っちゃった。どれだ、サブウェポン。死にかけてるって。え、どれ、ボタン、あ、これか。ボタンは2つしか使わないのかな、基本的に。あ、でもチャージ早い、これ。ナパーム強いのか弱いのか分かんない。効いてるんだろうか。で、ワーニングと。お、ガトリング回る、かっこいい。ロボットがね、ちゃんと撃つ前にこう武器を用意したりするのは個人的にはちょっと好きかも。オッケー、ナパーム意外と強し。音聞こえるこれ。ステージクリアード、この声演出欲しいですね。あ、シールドの残量で、ちょっといろいろもらえるみたい、点数がね。うん、溜まるのがね、結構早いんで、これは効果的に戦略に組み込んでいっていいサブウェポンかな。ちょっと弾幕系入ってない？外れてる。これはなんだ？ああ、背景。
いいね、ナパームいいわ。溜まるのがね、とにかく早いんでやりやすい感じ。あー危ねえ、うん、お、シールド巻きしまう。おお、投げ払えみたいな。来たのはオウムガイ。危ない、危ない、危ない、危ない。結構弾幕系要素あると思うけどな。これ何？レーザー？あばばばば。ちょっと変わったんだけど、なんか。いやー、怖いね、結構。ここなんとかしてほしい。あとね、効果音が本当にでかい。お、なんかこれビルに判定があるぞ。ほい。え、あのちっちゃいの持ってきてる？これ敵なの？あ、敵だ。結構弾速が速いね。でもこう武器がいっぱい選べるのは楽しいかもね。ただあのステージごとに選べたりするともうちょっとこう戦略に幅が出るっていうか、まあ、偉そうなこと言ってるけど外れてるし。お、かっこいい。ちゃんと武器を構える。こういう演出いいよね。ナッパーム使える。あとね、本当ね、もったいない。何でもいいけど BGM がもったいない。ちゃんと作ってあるっぽいけど本当ね、敵のあの効果音で全部かっ消されちゃって聞こえない。これはね、音が重なってうるさくなるってやつ。なくすとね、ちゃんと聞こえるんですよ、こうやって。そうじゃなかったらね、聞こえない。これね、ほんと収録泣かせ。怖っ。食らってるよな、結構。色が違う弾、やだやだ。あ、いや当たってない。なんかだいぶ当たってる気がするけど。さあシールドゼロ。お、なんかスカイキッドみたい。結構硬いよね。ほい。もうレーザーに構えて変えてきた武器を。初見殺しじゃなくてちゃんとね、武器を構えてこうレーザー射出のタイミングをね教えてくれるのはすごくいい機能だと思います。
怖い。こっちでいいんだ。さあ、ちっちゃい。ちっちゃいが。ちっちゃいが。ん？飛び出した。飛んできた。当たるか。わあ、なんかクジラみたいなレーダー撃ってきた、ダライアスの。お、ちょっと待て、お前ら。それはひどい。無理、ごめん。死んだわ。なかなか複合的な、こう、ダライアス的な攻撃。はい。このクリア画面なんとかしようよ。さあ、なぜか宇宙に来ました。あ、当たるわな今のは。ちゃんと誘導しないとダメみたいですね。当たった。敵がね、結構硬いんですよね。早っ。ゲームオーバーだそうです。うん。まあでもね、一本目、こんな感じ。ワンプレイずつやっていく感じでいいですかね。これどうすんだ？クイット。上から順番にやっていきましょう。これね。これね、ゲームごとにボリュームちゃんと合ってんだろうか。その辺がね、すごく心配で。喋ってるのほとんど聞こえなかったんじゃないね、今。って心配するぐらい。ロード長いね、結構。サタ・ゼウス。ブラックティス。ブラックティス。オプション関係何もないっていう。もう一個なんか下にもう4本目があるんですけど、そこなんかオプションつけてほしいな。ゲーム音的にはどうなんだろう。ちょっとやってみないとわかんないな。ノーマルでいいですね。あ、またこれ系だ。選べる。選べる。とりあえずこれ系がなんかここの会社強い気がする。これとサブは強そうなやつ。これどっちでもいいんだけど。演出付き。スピードが遅い。攻撃はダライアスのマルチですね、今のところ。パワーアップで、もちろんパワーアップはするとして、P、緑と、サブとメインかな。ちょっとわかんないです。デカダッカーみたいなのがいます。スピードは今のところマイルド2速ですね。多分スピードアイテムがあるのかな。で、ボタンでこのサブウェポンを切り替えて火力調整ができると。普段は前向きでいいのかな。あ、これスピード、うん。あ、シールド。地形があるときはちょっとこのマルチミサイルにしておくといいでしょう。スピードいつもなんか3速になっている。どれがスピードアイテムだ。おお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 、目の前。いっぱいシールド。おっ、おっ、ノー、
この狭いのに。お、逆に行けるんだ。まだいる、いるし。勘弁して。高速スクロールみたいなね、ちょっと感じ。高速っていうこと、あ、なんか今あったよ、下。お、お、地形に当たってますよ、あの人。大丈夫？まだ撃ってくる、死んでる。結構ずるいですね。点数もあるのね。わかった。最初どっちだったっけ。上行こうね。上下でこう逃げればなんということはない。下だっけ。分かってしまえばなんということはないですね。で、上下にこうこんな感じ。で、地形がこう絡む感じでしたね。おい、危ない。あの人当たってるけど大丈夫なの？おい、前に行った。おい、来た。襲ってきた、襲ってきた。ごめん、ごめん、ごめん。前に打つ方に変えた方がいいかな。テトラン系ですね。あべ。クリアか。ちょっともうちょっとなんか、ニューウェポンアンロックと、うん、レーザーが出たようですね。あ、ここで、あ、これステージごとにこの選べるのいいよね。ステージごとにこう戦略ができるんで、これしか選べませんけど。あと、これね、これバランス良かった。なんかパワーアップしてるよね。それぞれこう、パワーアップ取ることで成長していくような感じかな。あと、チャージっていうのを使ってないな。あ、点数か。あ、取れてない。だいぶ静かですね、このゲームね。BGM もちゃんと作ってる。音調整したがいい？これなんかあるんだけど、これ何？あ、なんだ、壊れた。隕石。お、なんかシールド消えた。嘘でしょ、なんか当たったっけ？シールドが欲しいのですが、欲しいのですが、これ壊せるかな。壊せるね、一応。嫌だ、怖い、近寄らない。シールドないの。おい、怖いよ。もらいました。これの方が壊せるんだよね。ほら、いっぱい当たる。お、なんかサラマンダー通過。ザブみたい。お、ザブどっか行った。あ、なんか波動砲撃ってますけど。怖い怖い。あ、意外と柔らかいのね。おい、チャージってどれだ。これ、ああ、これ、あんだけ。え、あんだけ。これ画面中弾なんですけど、敵の身になって考えたことは終わりですか。撃つと撃ち返してくるタイプみたい。いや、そうでもない。普通に撃ってたわ。
すごい静か。さっきと違ってね、効果音がでかくないから、純粋に BGM を楽しめる感じ。これマーク2みたいな。おい、違った。ごめん。突進と。これはわかりやすい。なんか剣が？おい。初見殺しか？マーク2ですね、攻撃は。はい、突進か？来るよ。あ、いった。ひどいよ、これ。いや、それはひどいよ。ここにシールドがあった。スピードがない。剣の形、さっき下だったけど、それずるくない？どこ？うわ、ひどいなこれ。剣のね、柄の部分にはでも判定がないかもしんない。おいおいおい、早くねえか？なんかもらえた。あ、クリアか。あ、ニューウェポンをもらってるんだ、ああやって。なるほど。これはね、ノーマルショットで俺いいと思うんだけどね。これはなんだ、ホーミング、ハンターみたいなやつか。あー、これ4方向はこっちの方がいいな。で、サブはハンター。ありかも、ありかも、ありかも。これ弱かったんで変える。さあ、ますますダライアスっぽくなってきましたね。スピードがないんですが。ああ、弾あれ。弾なのね。ん、グラスリーか？ちょっと待って、これ破壊不可能だ。これはちょっと待って、サブウェポンを変えよう。ハンター。いや、これが良かったのか悪かったのか、いまいちわからない。が、これはひどい。うわ、ひどい。グラスリーかよ。あ、クレジットがある。コンティニューもイエスノーが選べる。これは親切。BGM がね、ちょっと小さかった。ゲーム音が小さかったかもね。結構ね、これは雰囲気があって良かったと思う。ちょっと戻しますね。今頃戻すんかい、みたいなね。うん。これは横襲としては、ちょっと面白かった。さあ、クイット。最後のゲームに行きましょう。ゲーム一個一個これ収録した方がいいかもしんないね。音がね、本当に、音の大きさがわかんないでバラバラなんで、モニターしながらっていうのがなかなか難しいからね。それか、生配信がいいかもね。生配信だとこう、聞こえないよって言われたら変えればいいから、そういうのはいいかもしんない。ニューゲーム、コンティニュー。最初からあるんだ。プラクティス、クイット。ニューゲームでしょうね。縦襲、高速弾って言ってましたね。ショットはこれ。おいおい、早い早い早い。ライデンはね、私ほとんどやったことがないです。これなんだ？なんかオプションがついた。音大丈夫かな？音量的に。結構大きな気がする。効果音はね、控えめだけど、そもそもの音自体が大きい気がしますけどね。どうなのか、わからない。緑を取ってみた。ん？もしかしたら左右で選べるのか？これは。このメインショットの弱さよ。お、レーザー。ここね、レーザー撃つ前、お知らせちゃんとしてくれるんで、それは嬉しいなという感じがしますね。弾速っ。
けた時の爽快感はあるのかもしれない。その分ね、早い。時期ももうちょっと早いと嬉しいな。いいな、この緑レーザー、なぎ払え系でちゃんとワインダーでなぎ払ってくれるっていう。しかも火力がやっぱある。レーザーはこうじゃないとね。何これ、ボム？ボムだね。ボム、ボタンが分かんない。どれだ、片方。あ、やっぱ選べるんだね。もうちょっと使ってみた、テストで。ボタンは2つボタンかな。うん、なんかこう片方ずつこう変えれるのがなんかシルフィードみたいでいいよね。ちゃんと、そうそう、こういうリザルト画面欲しいよな。さっきみたいに文字がポンと出て終わりっていうよりはね。レーザー強すぎな気がする。ノーマルショットだとどうなんだろうね、2つとも。多分今の点数アイテムかな。あ、これはサーチレーザー的なロックしていくタイプですね。左の武器を変えるかと言われてるんで、レーザーに変えようかな。あ、でもロック持ってるからな。で、同じ武器を取ればレベルが上がると、パワーアップですね、純粋に多分。でもこれ便利かな。左はレーザーで、片方、まあ左でも右でもどっちでもいいんだけど、片方は、これだよね。これレーザー、あ、間違えた。間違えた。あ、いいんだ、いいんだ。これ片方レーザーにすればいいんだ。次。あ、パワーアップ見てたわ。ボムも抱え落ちと。あかんやつです。お前らか、撃ってきたのは。これ何？とりあえず取ろう。これ何？このアイテム。お？なんでこうなったのか。あー、ロックすると離れないな。うん、やっぱこれ両方これは危険だね。こういう中型機が出てるとそっちにしかも弾いかなくなるんで、強いけどね。だから片方はこれで、もう片方が、レーザーあたりがいいんじゃなかろうか。レーザーじゃなかったんか。これはクラブガンナー、デザートガンナー、いや、クラブガンナーだ。え、ロック全然してくんない。なるほど。見える範囲が決まってるみたいですね。多分左側180度しか見えないんでしょう。なら画面のこっち側で戦うのが良くなるのか。となると赤玉はほぼ無駄に。でもこうなると危ねえな。危ないよね、撃たれ放題。ロックは外れるんだ、超えればね。これマックスか。あ、じゃあさっきのあの十字アイテムはマックスになるってことでしょうね、パワーアップがね。うん、これがいいんじゃないかなと思う、火力的には。ロックさせておいて、ロックしてくれよ。したね。で、レーザーで投げ払う。あんまり左に行くと、ロックが外れちゃうと。外れた。うん。ぬるぬる動くね、このゲーム。なかなかちょっと気持ちがいい感じのゲームかな。
このロックオンレーザーみたいなのもちょっと考えもんではありますね。中型機がね、ゴミのように死んでいく。この緑レーザーの強さよ。多分パワーアップもできるんだろうから、まだ強くなるはず。点数いっぱい？もう一個ぐらいあるんじゃない？なかった。さあ、敵の攻撃が結構激しくなってきた。敵の弾速っ。死んじゃえ。あ、死ぬときあっさり死ぬな。っていうかなんだこれ。なんかね、結論としては、全部緑でいいんじゃねえのって思い出した。緑にして左右やってりゃかなりの火力な気がするんだけど、ダメかな。速い球が。あうってなる。やべえ、残機最後かな。なんかロックオンされてるよねこれ。普通にロックオンされてるんですけど、使ってみた。抱え落ちはやめたいけど、ちょっともう一回やっていい？もう一回やる。ニューゲーム。結論から言うとね、緑でいいんじゃねっていう気がしたんだけど、どうなんだろう。緑くれ。磁気ショットは強くならないんだろうか。はい、あっ、あれ欲しいんだが。この緑のレーダーがね、出っ放しじゃないっていうのはポイントですよね。こんな出っ放しだとまあチートレベルなんでしょうけど。強い火力が。ボム。レベル3。たまに押しっぱなしじゃなくてもいいですね。トライゴンじゃないんで。あれ、うん、クリア、うん。
れだね、音量バランスは1個目のゲームがちょっとひどかったけど、あとはちゃんと BGM 聞かせる仕様になってますね。早い。レベル4、レベル3、左右ごとにこうレベルがね上がっていく感じ。まあ、パワーポいっぱい取れる余地が残ってるのはいいことかな。弾が速いばっかりじゃなく弾幕要素もあると。この速い弾と遅い弾がこう入り乱れるのは結構嫌っちゃ嫌かも。さあ、だいぶ奥様うっとり系になってきましたね。太くなってきた。おお、びっくりした。あばばばば、できるだけこう左右への移動中に、あ、それダメ、真横から撃つの。それはあかんやつですよ、そういう打ち方すんのね。はい、早いよ、ほんと狙撃されたっていう感じがする。敵も楽しいんじゃないかな、この倒し方は。あれ取ったよね、うん、これね、ボム使うまでもなく気づいた時にはもう死んでるっていう。で、あれ真横にね来た時はボムで処理するのもいいのかもしれない。とにかく死んでからじゃ遅い、当たり前だけど。早っ。左右にね動きさえすれば戦車の弾は追いついては来ない。先読みして撃ったりもしてこないみたいなんで。弾や撃つのやめてもらいますか。ひどいひどいひどいよ。まあでも言ってた通りですね、うん、高速弾シューティングというのは本当にその通り。結構ライデンってこんな難しいんだね。やったことないんですよね。ライデン似た感じで作ってるってまあ作者が言ってるんで、まあそうなんでしょう。まあそういうわけで、一応ね、このシューテムアップコレクションということで、なんだったっけ、アストロ、なんだったっけ、忘れた、作ってるとこ、アストロポートさんだ。うん、アストロポートさんがね、作ってる同人ゲームということで、3本詰め合わせになってるというソフトの紹介でした。途中ね、多分、うん、まあ、収録ちょっと終わって確認してみないとあれなんですけど、音声がね、相当聞き取りづらいところもあったかと思いますが、もうこれ使用上の問題ということで申し訳ありませんが、ご了承いただければという感じですね。ゲームごとに先にね、録音レベル測っとけばよかったっていうのもありますが、まあ、とりあえずそういうことで、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。じゃあ終わります。ありがとうございました。